ピア・ヴァン・ブルージュ醸造所はベルギーの美しい町ブルージュに位置する代々受け継がれている醸造所です。丁寧に選ばれた麦芽とホップだけを使ったストロングブロンドビールのコレクション、室賀で仕上げており、伝統的なベルギーブロンドビールよりやや濃いめのカラーです。何年も変わらずに家族に伝わるレシピを使い、余分な糖質、水分、添加物を一切使用していません。獰猛な熊に脅かされてたブルージュの町に伝わる古代の物語の熊が目印です。2022年日本初上陸。本日はこの激レアなビールをご紹介します。ビアヴァン・ブルージュ6、黄金色に輝き軽やかな、それでいてしっかりとしたビールの味わいが楽しめるブロンドのトリペルエール。柑橘類の爽やかな香りが喉越しを締めくくります。ビアヴァン・ブルージュ6はアルコール度数もそれほど高くなく飲みやすいビールです。50カ国を超える国々から2200以上に上る銘柄のビールが争うワールドコンペティション、ワールドビアアワードにて2019年ブロンズ賞を受賞。ビアヴァン・ブルージュ 8.9、 ビアヴァン・ブルージュのオリジナル版、アルコール度数 8.9%、 ファミリーに代々伝わるレシピに基づいて醸造された伝説のダークブロンドエール。ビアヴァン・ブルージュ 8.9 は一口目から完璧なフルフレーバーとフルボディを持ったトリペルエールです。ワールドビアアワードにて2019年ブロンズ賞を受賞。ビアヴァン・ブルージュ12、ビールの王者、アンバーカラーのトリペル。特別にセレクトされたシングルモルトウイスキーの麦芽を使用し、室賀でボトルの中で再発酵して醸造されました。ビアヴァン・ブルージュ12は驚くほどスムーズなのにハッとするほどのパンチを持っている12度の高アルコールビールです。ゆっくりとリラックスしたい時にお楽しみください。ワールドビアアワードにて2020年、2021年ウィナー賞を受賞。ビアヴァン・ブルージュウイスキーインフューズドシングルモルト。独特のフルフレーバーを持ったヴァン・ブルージュ12に伝説的なタリスカーシングルモルトウイスキーを加えました。温かい後味とスモーキーなウイスキーの香りを備えたリッチな琥珀色のトリペルです。体の芯から温まるヴァン・ブルージュの特別な一品、キュベプレステージビールです。ワールドビアアワードにて2020年ブロンズ賞を受賞。今夜は日本初上陸のこれら特別なビールで乾杯しませんか？